会議を開きます。内閣の重要政策に関する件、公務員の制度および給与並びに行政機構に関する件、栄転および公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定および向上に関する件および警察に関する件について調査を進めます。この際お分かりいたします。各件調査のため本日政府参考人としてお手元に配布いたしております。総理、内閣官房内閣審議官直元弘君ほか12名の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので順次これを許します。藤原隆君。委員長。